オンガプルはニューギニア島のスディルマン山脈の西方にある、オセアニアの最高峰である、プンチャックジャヤの付属峰である。プンチャックジャヤ主峰の北にある。かつては数世紀にわたってニューギニア島、オーストララシアの最高峰であった。1936年時点のオンガプルの標高は約4907メートルで、ヒマラヤ山脈とアンデス山脈の間では最も標高。 プロミネンスの高い山であった。しかし、20世紀に山頂の氷河が溶けて消失し、その分標高が低くなった。現在の標高は4862メートルである。ウンガプルはカルステンツ3階の中で唯一土着の名前を持つ山である。1973年まで、現在のスマントリと現在のウンガプルがそれぞれウンガプルの北西方、南東方と呼ばれていた。 ハインリヒハラーは、1962年に描かれた地図上で、北西方をムガプルとし、南東方をサンデーボンとした。1963年に、インドネシアが西ニューギニア島に侵攻して支配下に置いてから、カルステンツピラミッドが最高峰であると判明するまで、ウンガプルがプンチャックスカルノと混同されていた。1973年、北西方がスマントリに解消され、 ウンガプルは南西方のみを指す故障となった。1936年12月5日、オランダのアントン・コレイン、ジャン・ジャック・ドージー、フリッツ・ウィッスルがカルス・テンツ、探検の一環としてウンガプル南西方に初登場した。彼らはノースウォール・フィルンを登った。第2党は1962年にハインリヒ・ハラーが 第三等は1964年に日本とインドネシアの遠征隊が達成した。ディック・イシャウッドは1972年に高さ600メートルの北面に単独で初登頂した。1936年のカルステンツ探検隊は気圧をもとにインガプルの標高を5030メートルと推定した。1973年のオーストラリアの地形調査により、 1936年の気圧に基づく推定値は本来の値よりも117から125メートル高かったことが立証され、これにより1936年の推定値は4907プラスマイナス10メートルとなった。当時、カルステンツピラミッドの方がウンガプルの付属法とみなされており、カルステンツ地域の山のプロミネンスの基準となる。 キーコルが氷に覆われていたため、ウンガプルのプロミネンスは約200メートルであった。オーストラリアの1971の73年の科学探検で、ウンガプルの標高は4862メートルと測定され、キーコルの氷が溶けたためプロミネンスは約300メートルとなった。2000年までにカルステンツ、地域以外のニューギニア島の氷河はすべて消滅した。カルステンツ、 地区の中でもまだ氷に覆われている、ンガプルよりも、氷が溶けたスマントリの方が、数メートル標高が高い。そのため、ウンガプルのプロミネンスは100メートル未満となり、スマントリの付属方となっている。氷河の誘拐により、カルステンツ、地域の山のプロミネンスの基準となる、キーコルの標高が低くなり、また、ニューギニア島のかつて山頂が氷で覆われていた、マンダラー山。 カルステンツ東方、がガピリムジットなどの標高が減少した可能性がある。科学者たちは氷河の誘拐を監視しており、2020年から2030年頃までにニューギニア島の氷河がすべて消滅すると推定している。ありがとうございます。